重すぎる愛。展望台にカップルつけた南京錠数百個、三。南京錠が吊り下げられるようになったのは10年ほど前で、ある雑誌が永遠の愛が成就する聖地として紹介したのをきっかけに流行するようになった。その重みでワイヤーが切れるなどのトラブルが発生し、先週、市が撤去した。約1000個で120キロという。